まるでヨーロッパの古城をイメージしたような建物だ。お、イタリアンか。テイクアウトにも力を入れてる。面白そうだな。売りは生パスタ。ああ、腹減った。女子会にもってこいのおしゃれな店内。メニューの種類も豊富だな。タピオカ、生パスタ、もちもちライクだな。ドリンクの種類も豊富だ。さて料理は。なるほど、やはりメインは生パスタだ。お、ヤマトポークのトロトロ煮込み、これも食べよう。それではお店自慢の生パスタいただくことにいたしましょう。ではまず一口。おお、これこれ、生パスタやっぱりもちもち。ソースとの絡みもやはり乾麺よりもいい気がするな。うまいじゃないか、ヤマトポーク。豚さん、いつもありがとう。素材っていう店名だけあって、一つ一つの素材にこだわってるんだろうな。フラッと入ったけど大正解だ。うまい。ヤマトポーク、トロトロ煮込み。おいおいおい、どこまで伸びるんだこのチーズ。さてお味は。うめえ、単純にうまい。チーズがこの世で一番好きな私にとっては最強の一品かもしれない。お肉料理以外にも新鮮な魚介を使用した料理やテイクアウトの料理、あとオリジナルスムージーをはじめとしたドリンクも人気らしい。いや、奈良にうまい店あり。また来よう。